まあ、1分経過もう20分20秒だ。どうもー、たてちんチャンネルへようこそ。たてちんでございます。本日はね、久々の深夜の飯テロということでね、現在午前2時でございますけれどもね、早速本日もね、飯テロ行ってみましょう。でね、もうみんな食べたかと思うんだけど、こちらでございます。てれー、こちらね、ペヤング焼きそば、マヨネーズソース風キムチ焼きそばでございます。これさ、新しくね、またこれコンビニで、ね、見かけて買ってきたんだけどさ、これもみんな食べただろうね。これどうだったね。今回ね、タテチンのこちらね、まあ新しく出たばっかりなんでね、今回初めて食べるんですけれども、まあちょっとね、どうかなと思うんだよね。このキムチ焼きそば、まあこのキムチが入ってる時点でね、タテチンのね、まあこう食欲をそそるんだけどね、今回こちらの方はね、食べていきたいなと思いますけれどもね、まあ今回こちらをね、まあ一個ね、食べたんじゃちょっとまあ面白くないな、ということでこちらでございますね。1、2、3ということで、でーん、こちらで3つ買ってまいりました。でね、まあ今回この3つをさね、どれだけ早く食べれるかということでね、タイムトライアルということでございます。じゃあ早速こちらね、食べていきましょう。まずはね、こんな感じでございました。こちらね、火薬でございます。これがね、なんかほらキムチっぽいのがね、入っております。それから、こちらがね、ソースでございますね。なんかちょっと赤っぽいけどね。早速、こちらね、お湯を入れて3分待ってみましょう。ではね、3分経って、湯切りもしてまいりました。いや、開けてこ。ね。いや。ほら、こんな感じでございます。てれーん、うわー、あー、キムチの匂いが、するね。うん、こんな感じでございます。それから、こちらの赤いソースでございます。てれやー、うわ、なんかすげー激辛って感じじゃない？なんか。うわー、辛そう。今回こちらのね、マヨネーズソース風キムチ焼きそば。こちらね、3つ、タイムトライアルということでございますんでね、早速、行ってみよう。なんか鼻がすげー出る。ね、こんな感じでね、ちょっとストップウォッチもね、準備してますんでね、行ってみようか。ね、じゃあ行ってみようか。よーい、スタート。あ、来た、やばいぞ。よし、行こう。まあ、目標はね、3分以内に食べますからね。いただきましょう。じゃあ、いただきます。おっ、あー、いい匂い。うん、行きましょう。うん、あ、辛い。うわー、あのね、辛いけどね、あのね、ものすごいこれが、あー、食欲をそそる味だ。うわ、うめえ。非常に辛くてうまいです。1分経過もう20分20秒だ。マヨネーズソース具っていうのがね、ちょっとよくわかんないな、これな。1個目、完食。続いて2個目、いってみよう。うわぁ、結構溜まってきたぞ、中に。あー、辛っ。辛ー。このね、キムチ風、このキムチのね、このピリ辛感、これがね、やっぱうまい。早く食べろって。うん、食べます。やっぱもう今2分半。はい、2個目、完食。そして3つ目、いってみよう。うわ、結構きつくなってきたな、3つ。あ、うま辛。うん。やばい、タイムが、やばい。ああ、辛いよ。3つ目、完食でございます。あー、辛かった。気に入るため、やめ。はい、気になるタイムはこちら。6分0383でございます。いやー、ベストタイムだろ？あー、お腹いっぱい。本日も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。ところで、たてちんチャンネル、また！たてちんのタイムはね、6分でございましたけれどもね、こちらに勝てる挑戦者を求む。はい、今回ね、こちらのね、ペヤング焼きそば、マヨネーズソース風キムチ焼きそばをね、3つ、こちらタイムトライアルやってみましたけれどもね、めちゃめちゃ美味しいけどね、こちら結構辛くてね、これ結構大変だったんだけどさ、今回ね、関連動画といたしましてはこちらの動画、それからね、こちらの動画となっております。こちらね、チェックしない方はね、ぜひチェックの方よろしくお願いいたします。
パソコンで、ね、ご覧いただいている方はね、ここら辺にね、チャンネル登録ボタンがございますんでね、チャンネル登録のボタンを押していただければいいかなと思います。でね、スマホ、タブレットでご覧いただいている方はね、下の概要欄の方にね、下に URL 貼ってありますんで、ぜひそちらからチャンネル登録よろしくお願いいたします。この動画が良かった方はチャンネル登録、グッドボタンお願いします。